旦那が言うとなんかバカにされてるような気がするんだよね。ほう。うるさいな。ごめんね、おばちゃん。ありがとう。美味しかったね、旦那。仕方ないでしょ、猫舌なんだから。冷ましたのしか食べたことないからわかんない。そうだよね、旦那が素直にうまいなんて言わないもんね。では私は夕食の仕込みに入ります。どうしたの？なるほど。夕食に何かリクエストあるかなって思って聞きに来たんだった。うん、わかった。
ましました。すみません、タカヒロさん。え、まだ起きられないのですか？すみません、もう一回。タカヒロさん、ごめんなさい。寝てしまいましたか。ごめんなさい。起きてください。すみません、電極で少量の電気を流させていただきました。2時ですが、就寝する前に夜中の2時に起こすよう頼まれまして、なんでも夜中徘徊している女の子がいるから捕まえるってですよ。そうなんですよ。くださいましたか？ふう、よかった。これでリニアのお役目は終わったのですね。ってなことで、リニアはこれで、え、
でもですよ。夜中の屋敷内を回るのですよね。しかも探す相手は少女の幽霊ですよね。でもその女の子って闇に消えたりするのですよね。それって幽霊ですよ、やっぱり。と言われましても、怖いものはやはり怖いのですが。高弘さん、離れないでくださいね。そんな早足で行かないでください。痛い。高弘、高弘なんか嫌い。
ュルル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 ルかな。